こんにちは、かもとです。今日もね、まあ、音声セミナーやっていこうと思うんですけども、まあ、今日はかなり爽やかな感じでやっていこうと思います。うん。まあね、今日何話すのかっていうと、今日のタイトルっていうのはね、まあ、セルフイメージから発生していくものになるんですけども、こう、自分のね、なんていうのかな、モード、モードをね、入れる方法についてお話していこうと思います。モード。まあ、言い方を変えると、最近では、なんていうのかな、こう、モーダーチャンネルっていう言い方をするんですけども、まあ、いくつかね、僕らっていうのは、モードっていうものがあるんですよ。例えばね、朝起きてね、なんていうんだろうな、まあ、ゆったりしているモードだったりとかね、人と話しているモードだったりとか、なんか、もしくはね、バスケで何か試合してる時のモードだったりとかね、なんかね、恋人といる時のモードだったりとかね、人によってね、こう、いくつかね、自分の、その、まあ、人格ですよね。っていうものがあるんですよ。そう。多分あなたもね、経験あると思うんですよ。家族といる時の自分のなんていうの、キャラクターとね。もしくはなんかこう、会社でね、パソコン打ってる時のキャラクターとか、セミナーやってる時のキャラクターとか、いろいろあると思うんですけども、そう。その今日はね、モードの使い分けについて話そうと思います。で、ほとんどの人がまず気づいてないんですけど、まずは、自分自身に、そのモードがあるってことをね、認識してください。そう。例えば僕だったらね、セミナーやってる時のモード、今もね、セミナーモードに入ってるんで、ちょっと声が低めの、なんかそういう感じになってるんですけども、そういうモードだったりとかね、あとなんだろうな、例えばね、あと、僕、メルマガでコピーっていう、まあ、コピーライティングっていう文を書くんですけども、その文を書いてる時のモード、あとは、その、まあ、友達と会ってる時のモード、だったりとか、あとそうだな、あとバスケやってる時ですね、のモードっていうふうに、いくつか自分の中でのこのモードっていうのがあるんですよ。そう。で、それをね、僕は、毎日毎日使い分けてるっていうかね、まあ、それをね、使い分けているんですけども、そう。まずね、あなた自身も、その、まず、モードっていうものを、あるってことを覚えててください。だから、まずそれをね、ちょっと自分で、こういう時こういうモードなんだっていうのを、ちょっと紙に書き出してみてもいいと思うんですよね。そう。あ、こういう時俺こういうモードになってるんだとか、あ、俺こういう時こうなってるなとかっていうモードが絶対あるんで、それをまずは認識してみてください。そう。で、今日はね、その中の自分のね、ちょっと話がずれてるんですけども、自分のモードをね、作る方法について話してます。自分のいいモード。そう、いいモードを常にこう、やっぱり、ね、思い出しているといいと思うんですよ。例えば、あなたが最高に絶好調だった時とか、最高に気持ちよかった時のモードって絶対あると思うんですよね。その状態がね、こう、常に感じれるようになっていれば、あなた自身っていうのは、もう、こう成功のスピードが早まるというかね、もう常にその状態でこう、なんていうか、毎日毎日生きれたら、なんか目標とか夢とかって簡単に叶そうじゃないですか。そう。で、僕が見てきてね、なんでこの話をしているのかっていうと、やっぱ世の中のね、こう、うまくいってる人っていうかね、まあ成功してる人っていう言い方がいいか悪いか別として、人たちっていうのは、このちゃんとね、自分の最高のモードっていうのをね、常にその感情、その状態っていうのを自分でね、こう、リマインドさせるようにしてるんですよね。そう。例えばね、スポーツ選手もそのモードでね、こう、試合に挑むから、こう、うまく試合がね、勝てるとかって。まあ、それスポーツの世界で当たり前なんですけども、最近ではね、これがビジネスの世界とかね、まあ、我々一般の人って言ったらいいか分かんないんですけども、そういうのにもね、このコーチングのやり方っていうのが、まあ、出てきてるんで、まあ、僕がね、それを学んだので、まあ、ぜひね、シェアしたいと思って今日お話しています。そう。まあ、前置きが長くなったんですけども、まずね、何をしていくかっていうと、あなた自身が今までね、こう、最高に、気持ちよかった経験、最高に嬉しかった経験、なんかね、すごく達成したっていうね、経験をね、思い出してみてください。そう。で、例えば僕で言うと、なんていうのかな、小学校ね、の5年生の時に、まあ、これはね、よくセミナーでお話ししてる内容になっちゃうんで、ちょっとか、聞いたことある方はね、申し訳ないんですけども、まあ、自分でね、こう、遊戯王カードっていうのがあったんですけども、それの、こう、レア当てっていうね、レアカードを当てる裏技みたいなのがあったんですよ。そう。それね、初めてこう自分でやって、当たった時、当たったんですけども、すごく、ね、嬉しかったんですよ。そう。だからそんな感じで結構です。今ちょっとね、話聞くとよくわかんないとかね、微妙な感じになってると思うんですけども、そういうことです。つまり。つまり自分にとっての最高に気持ちよかった体験ですよね。そう。最高に気持ちよかった経験とか、最高に嬉しかった経験っていうのを、こうね、まず思い出してみてください。何でもいいです、本当に。だ僕みたいなそういう遊戯王カードでもいいですし、もしかね、初めてこう彼女とね、告白してね、
なんか成功した時でもいいと思いますし、何でもいいと思うんで、そう、それをねまず書いてください。いいですよ、書いて思い出してみてください。5つぐらいあった方がいいですね。でまずその中の、ね、1つを取ってみて、その時の、ね、ことをね思い出してみてください。そう、その時のこと、例えば、僕だと遊戯王カードの時のね、こうな感覚っていうのを思い出してみて、その、周りがねこういう感じになっててとか、体の感覚とかね、周りの声とかね、どんな風の自分に映ってるのかとか、そういうのをちょっと思い出してみてください。そう、いいですか。で次にやることっていうのは何なのかっていうと、その時の感情感じますよね。どうですか、気持ちよくないですか、すごく。そう、その時の感覚っていうのを十分に味わってみてください。いいですか。過去 その最高に気持ちよかった経験っていうのを思い出してみて、その時のことをこう十分に思い出してみてください。そう、できればね、これは、僕の今音声で誘導してもちょっと微妙な感じになってると思うんで、これ終わった、聞き終わった後に、自分でね紙に書きながらやってもらいたいんですけども、その時の気分っていうのをすごくリラックスしながら味わってみてください。すごく、どんな気持ちがするのか、逆にね何が嬉しかったのかとか絶対あると思うんですよ。そう、例えば分かりやすい例で言うと、恋愛してる時ってこう家帰ってからね、なんかその好きなことこの思い浮かぶと、なんかすごいワクワクしたりするじゃないですか。そういう感じですよね。そう、それと同じで、あなたがねこう過去に気持ちよかった、ワクワクしたことにも何でもいいと思うんで、それをね思い出してみてください。そう、でその状態ありますよね、その状態、その状態っていうのを覚えたら、それをね毎日繰り返してください。毎朝か毎晩か、これがね結構重要になってくるんですけども、このね感情、この感情、人間の体っていうのは何回も何回も、要は今何やってるかっていうと、自分の脳内ホルモンっていうのを出してるわけなんですよ。エンドルフィン、モルヒネっていうもの、脳内ホルモンを出してるんですけども、それをねこう毎日毎日リマインドさせると癖になるんですよね。そう、癖になるってことは、自動的にねそのことをちょっと思い出しただけで、すごく気持ちいいホルモンっていうのが自分にとってのこう最高のホルモンが出るようになるんで、だからねやったらそれをねぜひ繰り返してみてください。そう、これをやるかやらないかでね、かなりこうあなた自身の今後のね、その日々の、モチベーションというかね、パワフル度っていうのが変わってくるんで、ぜひね、やってみてください。いいですか。ステップ1で何をするかっていうとね、まずは思い出す。そう。で、ステップ2でそれを前に続ける。毎朝か毎晩か。いいですか。そう。それをやってた後にね、次は未来記憶を作る方法っていう方法にね、ぶっ飛んでいくんですけども、それに関してはまた次回、お話していこうと思うんで、とりあえずはね、今日言ったワークを必ずやってみてください。いいですか。じゃあね、またお伝えしようと思うんで、今日はありがとうございました。